ようにスターハンセンとテリンゴ D がやってまいります。2ヶ月ぶりの来日、超ミラクルパワーコンビ、ハンセンと D の来日、まだゴムは鳴っておりません。相手はジャンボ鶴田、安吉明、今夜の名イベント、60分の一本勝負、もう序盤戦から大荒れ。さあ、すごいカードを迎えました。エキサイトシリーズの開幕戦の名イベント。さあ、全選手が場外、やっとテリーゴ D が入った、やつが外、さあ、今試合のゴングが鳴りましたが、早くもジャンボ鶴田したい、二軒の当たりを真っ二つに決まりました。最初から流血戦、今夜は後楽園ホールからエキサイトシリーズの開幕戦、実況生中継でお伝えしておりますが、さあ、大変な一戦を迎えました。ハンセン、ゴ D の参加によりまして、正月シリーズに引き続きまして、日本人対外人レスラーの面白いレスリングが満喫できそうであります。さあ、スタンハンセンが中、テリーゴ D の中、テリーゴ D の相手はジャンボ鶴田、山田さん、スルーが開幕戦から期待を切られましたね。そうですね、場外でね、はい、ハンセンに鉄球へ2度ぶつけられましたからね、はいはい、ここで早くも流血、苦しいスタートですね。そうですね。さあ、ジャンボ鶴田を捉えて正面からスタンハンセンのエルボーが飛んでいく。またおびただしい流血、完全にジャンボ鶴田は焦点が定まらないんじゃないですかね。そうですね、この左目の上のあたりでしょうか。はい、山田さん、開幕戦ですけれども、まあ、ファンの反応というのは日本人対日本人のですね、肉体の限界までを争う勝負、それから日本対外人のこの凄みのある本当に面白い分かりやすいプロレス、両面をこの全日本プロレスをお送りしてますよね。そういった意味でも、そうですね、まあ、そういう風にね、努めてそういう風に持っていこうと思いますがね。そうですね、そういった意味ではこの対決こそ面白いですね、山田さんね。そうですね、まあとにかく今日はスタートはね、はい、いきなり波乱になっちゃったんですが、この辺から勝負はですね、はい、まあ、オーソドックスな展開になっていくんじゃないか。そうですね、ただ鶴田選手がかなりの流血ですからね、左目がほとんどもう見えないんじゃないでしょうか。そうですね、まだパートナーの八つの出番はありません。鶴田前の方に倒れ込みました。テリーゴディのこの今回の来日は本当に素晴らしいいい動きであります。両方の膝にちょっと傷があったんですけれども、これを手術して完全に体調を整えての来日のようですね、山田さん。そうですね、はい、大変にバンテージがたくさんついてるんですが、手術の後だと、まあ、用心のためにやってるんでしょうね。そして注目のもう一人、このスタンハンセンは大きな大きな 3.9 横浜大決戦がありますが、先ほど壮烈な試合を やってのけました天竜と PWF UN のダブルタイトルマッチがあります。この模様は3月12日放送でありますが、それだけにこの今夜は鶴田を相手に、八つを相手に大いに張り切っておりますジャンボ鶴田であります。天竜対スタンハンセン、天竜対スタンハンセンの対決は過去5試合ありますけれども、スタンハンセンの3勝2分け、果たして先ほどの天竜が、横浜 3.9 大決戦でスタンハンセンを破ることができるかといったのが大きなテーマであります。そしてタイトルも2つかかっておりますが、鶴田が完全に捕まりました。完全に山田さん、ロンバトルですね。いや、今のところね、ちょっとつなげないでいますね、はい。このテリーゴディとスターハンセンは去年の暮れの世界最強タッグ決定リーグ戦でも優勝を成し遂げますだけに、この鶴田やつにはもう恨みを持っています。さあ、ダブルの攻撃、ダブルの攻撃、ドラッグキックを打ったのはやつ吉明。さあ、打ち込んでいった、テリーゴディがまだ動きません。そしてフロントストレックス、さあ、やつが初めて出てまいりました。このシリーズの躍進むがましいやつ吉明であります。パートナーのやつが非常に前回のシリーズも目覚ましいファイトを見せましたね。放送時間の方はこの後楽園ホール、今日は実況生中継でお伝えしておりますけれども、あと5分でお別れでございますが、最後の名イベント結末までお送りできるかどうかご了承願いたいと思いますが、やつ選手の動き、馬場さんいかがですか。いい動きですね。まあね、やっぱり、こういうことはあまりしない方がいいと思うんですよね。かえってやっぱ刺激しますからね。ああ、そうですか。もう試合の始まる前から一気に山が来ましたので、ちょっと山さん、この両チームが興奮している状態ですね。そうですね、このやつが行くのも仕方がないんですよね、はい、そうでしょうね。いいですから ねこの勝負の山さん、ムードに乗ってしまったというようなね、はい、ただね、今馬場さんが言われたように、はい、あんまりやつ選手がね、はい、調子ついてこう入っていっちゃうと、この2人強いですからね。はい、そうですね、浮かずがね、ことやられちゃいますよね。まあ、この八つ選手が1回ったのは、先ほどのあの天竜に怒りの張り手、先手一発を見せた松本大会、それから前回のシリーズアブドラドブッチャーと10分間の大死闘をやってのけたなど、今でもあの天竜の左の頬を張ったこのピシッという鋭い音が聞こえてくるような、そういう感じでありますが、今回も非常にいいコンディションの八つ吉明から、そしてジャンボ鶴田にタッチが行われました。ジャンピング 2.0
ったと、やっとスターハンセンに思い切ってぶつかっていく鶴田だ。鶴田がやっと本領を発揮してまいりました。山さん、鶴田はこのシリーズの目玉はやはりタイガーマスクの7番勝負の最終戦の相手に選ばれたということでしょうか。そうですね、まあ、もちろんだけど目の前にハンセン5点がいますからね、はいはい、サンドイッチの2位パット、これはもう懸命にキルタの道場で呼吸を合わせておりました。ジャンボ鶴田と安義明であります。さあパワースラムでテリーゴディをマットに沈めるか。安義明もう一回テリーゴディを捉えました。今名イベント5分が経過したところでありますが、本当に壮烈な目覚ましい勝負をご覧いただいております。このシリーズも何かこの開幕戦を見る限り大いに荒れそうな感じですね、山田さん、ね、そうですね、まあいきなりねああいう場外戦でね、はい、ただね鶴田選手流血の割にはね、とても元気な様子ですね。そうですね、それからご覧いただきました選手の深み、山田さん、馬場さんに伺いましょう。高野俊二選手が日本に帰ってまいりまして全日本プロレス入りを表明して今日いい勝負を見せましたよね。そうですね、彼は若いし大きいしですね、はい、そしてありますからね、本当にいい選手になると思いますね。そうですね、このエキサイトシリーズの大きな戦力になっていくでありましょう。高野俊二、今日はジャイアントボートチームを作りましていい勝負を見せました。全日本の正規軍に入りました高野俊二、おそらくこのシリーズ、高野俊二のファイトもご覧いただけるかと思います。なお輪島選手が、ちょっと首の骨を痛めまして入院というのが気がかりではありますけれども、しかしその他の選手は元気いっぱいのエキサイトシリーズ、本当に面白い展開が予想されます。まあ何を取りましてもまず 3.9 の横浜九大決戦、これは本当に楽しみでございます、どうぞお楽しみに願いたいと思いますが、放送時間はあと2分で、この後楽園ホールからお別れですけれども、リング上はテリーゴディ、テリーゴディのパワーボムがヤツに打った。さあ人間魚雷のパワーボムでバーカウント3、カウント3が入りました。テリーゴディ完全復調、やはり両方の膝を手術したというこの自信でしょうかね、山田さんね。そうですね、しかしあそこでね、いきなりパワーボムですからね、はい、狙ってましたね。やつが捉えられてしまいました。開幕戦を失いました。開幕戦を解消したスターハンセンテリーゴディでありますが、馬場さん、パートナーのテリーゴディが非常に目立ちましたけれども、どうですか。まあ、そう今日はね、日本チームは何をやったのか分からないじゃないですかね、何をやったのかやられたのかもね。そうでしたね。さあ悠々と控え室のに戻ります。テリーゴディ、それからスタンハンセンチーム、ただいまの勝負は6分37秒、エビ固めでニューミラクルパワーチームのスタンハンセン、テリーゴディがジャンボ鶴田、八吉明を、葬ったリング上でございましたけれども、放送時間はあと1分でお別れ、まあ、最後の勝負まで山田さんご覧いただけましたので、ファンにとってはね、楽しかったかと思いますけれども。そうです。